はい、本日はですね、ノースフェイスのシャトルデイパックを紹介していきたいなというふうに思います。こちらはですね、ノースフェイスのリュックの中でも結構人気なんですよね。でそれこそ僕が持ってるこちらのドットショットやったっけな、なんか忘れたな、ホットショットやったっけな、なんかな、ホットショットでした。ホットショットっていうね、リュック去年これ買ってるんですけど、このリュックも結構人気あるんですよね。でどっちかっていうと、このリュックは学生とか20代前半ぐらいの子とか、まあ、アウトドアの時に結構人気のあるようなリュックになってるんですけども、このシャトルはですね、明確に誰っていうのがあるんですけど、誰なのというと、これビジネスパーソンとか、要は大人の方に向けて作られたリュックになってるんですね。でそれがこのシャトルっていうリュックになってるんですけど、これね、実は今年2021年の春夏からどうやら変わったらしいんですよ。なんか微妙にちょっと変えたっていうことでね。確かに以前まではここがね、あのロゴになってたんですよね。あの四角いロゴでノースフェイスって書いてあるんですけど、今はもうノースフェイスだけのロゴになってて、その四角いのがなくなってるんですよね。だからまあそれだけじゃなくて、いろいろ変わってはいてるらしいんですけど、もうこれはね、僕届いてパッて見たんですけど、ほんまハマる人にはめちゃくちゃハマる。もうパソコンとか持ってはる方からしたら、いや待ってましたと、これを僕は求めてたんだよっていう方も多いと思うんですけど、パソコンとかあんま持ち歩かへん方とか、こう大きいものを収納したい方とかにはちょっとまあ向いてないんですよね。まあ最初に言っちゃうけど、まあ、そういうようなリュックになってるので、このねシャトルちゃんの紹介をしていきたいなというふうに思います。ですので今日の流れとしてはですね、まずまあ、あの形ですよね。リュックとか全部開けてみて、どこにどんなあれがあるんですかいうのをバーッと見ていってですね、実はこう止水チップ使われてるじゃないですかというのが、これが今年から変わったらしいんですけど、そんな話もしながら、次にデメリットとは言いながら、この縦長の形やからこそちょっと微妙なところもあるんですよという話して、次におすすめの人ですね。さっきも言ってるけど、まあ、パソコンとか持ち歩かる方にはめっちゃいいし、もうそれ以上の言葉が今は出てこない、もうそれしか出てこないんですけど、まあ、そういうところが良かったりするよというところで、最後まあ背負ってる様子とか見てもらいたいなと思うんですけど、まあ、本当にねこういうロンティーの上にバッて羽織るっていうのももちろんできるんですけど、じゃなくてジャケットとかでね、ちょっと綺麗めな格好の時とかの方が合うんかなというような感じはあるんですけど、そんなところで見ていきたいなと思いますので、まず最初はですね、ポケットとか形を見ていってもらいたいなというふうに思います。はい、それではシャトルデイパック見ていきましょう。まずは一番その手前のところからいきますか。手前のところピュッと開けると、ここにはですね、まあこんな感じの、まあ、財布とかが入るぐらいの、まあ、ポケットがありますねという感じですね。ここは若干仕切りもあるんか、まあ、若干仕切りもあるけど、これはこっちに入れて、これはこっちに入れて、で大きいのだけど真ん中にポコンと入れてあるみたいなことの使い方もできんことはないという感じですね。ほんでその上にね、またポケットがあるんです。これちなみにここはいかないですよ、もうこれはおしまいということで、この上はピューッと開けていくとこんな感じですね。鍵があって、で、ここはティッシュですね。ティッシュ入れたり、まあ、ハンカチ入れたり、何でもいいんですけどね。で、まあ、ボールペンがこんな感じ入れれるということですね。まあ、他にも多少は入れれるけど、これぐらいかなということで。で、続いて、次がメインです。もうメイン。ここが一番の見せどころというところなんですが、シャトルは25やけど、そんな後でも言いますけど、入りません。まあ、本が入って、で、まあ、これぐらいがあって、でもこういう小物ケースがあるんですけど、薄さ的にはこれぐらいですね。もうこれぐらいがちょうどいい。これよりも分厚いの入れようと思うと、まあちょっときついかなみたいな、こう盛り上がってきますね、カバンが。本来もう長方形の形が崩れてくるから、まあこれぐらいのね、何センチぐらい、僕の小指1センチぐらいですよ。1,2,3,4,5 センチぐらいか、5センチぐらいのものやったら全然問題なく入るけど、10センチとかになってくるとちょい厳しいかなという感じがメインの収納になってて、まあビジネスの方とかやったらここですよね。この止水ジップ使われてるさらに奥のここのポケットには、そうパソコンがね入ったりするんですよね。でこのパソコンが入るんですけど、このねちゃんとスリーブのクッションもね使われていたりするので、やっぱこのクッションとかはねめちゃくちゃいいですよね。ほんでこの前には iPad とかタブレットを入れる用の、ものがあったりとかするんですけど、これちなみにパソコン16インチやけど全然入るんで、15インチ対応って書いてるけど16でも入りましたね。ほんで止水ジップやから閉めてあげれば、こっからパソコンとかが濡れる心配がないですよっていうのが外観ですね。ほんで後ろは背中はですね、イボイボクッションがついてますね。イボイボカメコーラクッションがついてて、あ、この肩のパットンとかちょっとチャッチく見えるかな、若干ね、若干チャッチく見えるかもしれません。もっとこうクッションのある感じかなと思ったら、意外とクッションないな、ペタってるな。
まあそんなに多分おそらく荷物入れることないからこれぐらいでいいやろうという判断でしょうか、わかりませんが、まあこの辺が外観ですね。この横にもジュースとかペットボトルが水筒とか入れるぐらいのやつがありますけど、まあこんなもんっていうのがポケットですね。で、後々また喋りますけど、ここのね、背中のところも貫通してるんですよ。で、この貫通コーナーもまたおいおい使えるので、後で話したいなと思いますが、外観はこんな感じでございます。はい、ということで、まあ見てもらったんで、次はもう特徴パンパンパンといきますよ。まず一つ目の特徴は25リットルというところであるんですけど、25というとですね、あ、結構大きいなと。あの、デイパックで言ったらだいたい20リットルぐらい多いんですけど、25リットルだと、あ、十分に入るやんと思うんですけど、やっぱ形がね、このちゃんと長方形の形でガチンってなって持ってるから、あんまり大きいお弁当とか掘り込めないんですよね。だから、どん兵衛とか持ってはる方はちょっと掘り込まれへんかなと思うんですけど、こういったさっき言ったね、ホットショットの形の方が結構自由に効くんですよね。だから、こんなの方が結構何でも入れたりできるんですけど、25リットルという割にはそんな入らへんなという感じのがまずこの特徴になってて、ほんで次はやっぱ見てもらった通りね、この止水ジップ開けたところのクッションですよね。いかにも PC 入れるように作られてるし、こういうのって多分パソコン持ってはる方めっちゃ嬉しいと思うんですよ。僕もよくパソコン持ち歩いたりするんですけど、やっぱね、こういう仕切りのないリュックに入れるのも全然いいんですけど、こういうの入れるとパソコンこうやってガタガタガタ揺れてるのって結構怖いんですね。データ大丈夫かな、あのサイト消えてないかな、あの有料サイト変なところに流出してないかななんてね、こういろんなこと妄想しながらやるんですけど、これぐらいねちゃんとしたクッションに入れられてたら安心できるんですよ。だからまあパソコンだけじゃなくてタブレットとかね、そういったこう電子機器持ち歩きはる方とかはめちゃくちゃいいと思うんですけど、こういうのは結構安心できるんちゃうかなと思います。でしかもここだけ止水ジップ使ってくれてるから、多少の小雨でも精密機械は濡れませんよというところになってるんですね。ほんで次、生地がですね、まあこれはいかにもアウトドアっぽいなと思うんですけど、こういった綺麗めのカバンって別にノースフェイスじゃなくてもどこでもあるじゃないですか。だけどノースフェイスらしいなと思うのが、やっぱこういう生地がね、しっかりナイロンの結構丈夫なゴツめの生地使ってて、他の普通のあのビジネスカバンのリュックとかやったらそんなに分厚い生地使わへんかなっていうぐらいの生地を使ってるんですね。で、それが1050デニールって1050ですね。1050デニールっていう生地の分厚さになってるんですけど、もう分かりやすく言ったらマウンテンライト14着分ぐらい。もうそれぐらいの分厚さになって、めちゃくちゃ分厚いやないかで、そんな分厚くてどないすんねんってことなんですけど、それぐらい結構分厚くできてるので、ビジネスバッグなんですけど結構ガシガシ使っちゃってもいけるんじゃないのっていうところでね、まあ、それがシャトルちゃんの特徴かなというふうに思ったりするんですけど、その次の特徴としてはですね、やっぱりスーツケースに対応してるっていうのもいかにもこうビジネスバッグっぽい感じかなと思うんですよ。っていうのをこのね、後ろのところのここがね、この手が出るようになってるから、ビジネスバッグのね、あのコロコロ持つ時にここガシャンって入れてね、コロコロ持ってるんですよ。これがめちゃくちゃ便利なんですよね。で、出張とかしてはる方とかで分かると思うんですけど、あのコロコロ持った状態でリュックのこういうのカチンってかけてたりしたら、たまにコロンって落ちたりするんですね。もうめんどくさいなって言ってまたガッて上げたりしなあかんけど、このスポってね、刺してくれるところがあるから、これはこのリュックに限らず結構スーツケース持って歩きはる方からしたら大事なあの特徴やと思うんですよね。ほんでまあ PC とか入れてるからね、そんなガタガタしてもらったら困るしというところで、まあこれ見てもらったら分かる通り、結構はっきり分かりません。あ、俺めっちゃいるなっていう人は多分めちゃくちゃ刺さってるし、全くいらない人からしたら何がええのって思うやろうしっていうところで、結構はっきりは分かれるんですけど、逆にはっきり分かれてる分、なんか使う用途もね決まってたりしてええんちゃうかなというところで、まあ僕個人的には思ってます。まあ僕もパソコンやってへんかったら全然興味ないけど、パソコン持ってたりタブレットも持ってるから、こういうのは結構ありがたいなとは思ったりするんですけど、その辺がまあ特徴になってくるんかなと思います。ほんでじゃあデメリットは何なのと、それ言うのは分かったけども、じゃあデメリット何になるんですかっていうことですよね。僕もね、これパッて見てる段階ではそんなデメリットないなと思ったんですよ。でまあなんかあるかなと思っていろいろバーって調べたりしとか、レビューとかいっぱい見とったりしたらですね、あ、これ面白いあのデメリットやなと思ったのが、よくこうリュックとかやったらですね、電車とか乗る時とかって、まあ、こうやって背負ってるじゃないですか。で、あ、ラッキー、あそこの可愛い女の子の隣空いたと思うじゃないですか。ほんでまあ座りに行こうと思ったりしたら、大体このスタイルやと思うんですよね。リュックを前に置いてこうやってあの抱えるあのカンガルースタイルといいますか、こんな感じになってると思うんですけど、この状態で、ね、別に手をこうやってようが、こうやって離してようが、まあ、膝の上に乗ってるじゃないですか、このショットちゃんね。だけどね、シャトルちゃんの場合ってこの待ちが浅いんですよね。だからこうやって立ててもやっぱ安定性がないんですよ。不安定なんですよね。だからしっかりこうやって抱えといてあげやなかみたいな。これも泥棒スタイルというか、あの人めちゃくちゃ警戒してるやないかいと思われるかもしれんけど、この膝の上に置いた時にちょっと安定せえへんというね。まあ、これ確かに電車通勤してある人からしたらちょっと気になるんちゃうかなということで言わせてもらったんですけど、いや、俺は全く電車座ることないんやと。しっかり立って足腰を鍛えてるんやっていう人は全然なんてことないんですけど、まあ足腰弱い系のおじさんたちはですね、これやっぱり大体座るんですよね。これ大体座った時にこれが安定せえへんっていうのは、おっとっとっとって
なったりするので、まあ、この辺はねちょっとデメリットかなと思うんですけど、唯一見ててそれぐらいかな。特にあとはなかったんですよね。それは悪いことないなっていうところが、まあ、このリュックの特徴かなと思います。ほんで次はですね、おすすめの人、どんな人がおすすめなのかというとですね、やっぱりこれ見てもらったら分かるんですけどね、こうやってまあ僕今普通のロンティーじゃないですか。でロンティーでこうやって背負っててもまあまあ全然変じゃないよと。ほんでそれ以外にやったらこうね、まあ、僕もねこうかっちりした時もあるんですよ。こんな感じで湘南行ったりとかしてね、はいなるほどなるほどって言って、じゃあ御社のなんとかはですねって言っていろいろ喋ったりするんですけど、こういう時とかでもこのバッグやったら合いそうじゃないですか。ああ確かに合いそうやなみたいな、これパッて背負ってじゃあすって言って入っていくのは全然あるけども、こっち持ってねこんちゃすって言ったらあんた遠足行くんちゃうねんからと思われるから、これぐらいのねちょっとシュッとした感じとかやったら、やっぱスーツにももちろん合うし、さっきみたいなロンティーとかでもあったりするし、それ以外にやったらもうこういったね完全アウトドアっぽい感じでも、まあここにノースウェイってロゴ入ってるから、あ、いけますやんってことになるんですよね。でまあこのマウンテンパーカー今着ようかなと思ったんですけど、僕の数少ない女性視聴者はですね結構ジャケットとかスーツ姿を喜んでいただいたりすることがありますので、そのめちゃくちゃ狭い層に向けてもこのジャケット着たままお送りするんですけども、まあ、この辺がねシャトルの特徴かなと思います。ただやっぱりその日常的に使うって考えると、なんかいろんなもんいっぱい掘り込みたい方なんかはちょっと微妙な感じがするんですね。もうちょっと大きい方が良かったりすると思うので、25リットルといえども、まあ、結構シンプルな感じで持ち運びする方にはいいんじゃないかなということで、パソコンも持ち運びたいし、もうちょっと大きいのが欲しいっていう方はですね、また近々リュックの動画を出そうと思ってますし、ええやつ仕入れたんですね。ええやつ仕入れたから、それはまたおいおい喋っていくとして、なので今日はこの辺で終わりにしたいなというふうに思います。ということで本日はですねノースフェイスのシャトルデイパックを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。